昨夜義高は戦国時代の武将、下谷国助久山城主。昨山氏は那須氏所流。那須氏初代、那須助高の次男、佐久さんや安高を祖とする。御殿山公園猛将として知られ、その勇猛さを大田原助清に変われ、その娘を室に迎えた。後助清が死去すると、助清の子、大関高蔵らに警戒されるようになり、 A66 年5月21日、現在の栃木県八板市にある境が峰にて、うずらがりを装いおびき出されたところを、大関高蔵、復元志向、大田原春清の三兄弟に殺害され、居城の佐久山次郎も復元志向に攻め落とされた。吉高の殺害は、佐清の遺言だったとされる。この際、吉高の妹の半額姫も殺害され、吉高の妻も出家し、 二人を供養する一生を送ったことから、吉高が殺された境が峰には、吉高と共に三人を供養する地蔵が、後世、吉高の維新の子孫たちによって作られ置かれている。ただ、八板た市市では、編纂した郷土史研究家があえて、自然とは思えない。この地蔵には、呪いがかけられたような格好に三体とも、一、二箇所あぎりにされているという、 気味悪い石地像であると記しているように、その恨みは、後世に至っても深く残されていたようである。現在は、地蔵は、地元の人たちによって手厚く供養され、地蔵のほかに、立派な供養塔も設けられている。作山城跡説明版、大田原綱清のご職と思われる、俗義屋の武将たち、ありがとうございます。